マーキュリーセブンは2020年から配信されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。トム・ウルフによる1979年のドキュメンタリー、小説、ザ・ライトスタッフ及び1983年のアメリカ映画、ライトスタッフを原作とする歴史ドラマでマーキュリー計画に抜擢された7人の宇宙飛行士、マーキュリーセブンの姿を描く。出演は、 パトリック・ j アダムス、ジェイク・マクドーマン、コリン・オドナ・ヒューなど。アメリカでは2020年10月9日にディズニープラスオリジナル作品として配信が開始された。日本では一周遅れの10月16日にディズニープラスで配信が開始された。アメリカ合衆国初の有人宇宙飛行であるマーキュリー計画に7人の宇宙飛行士が抜擢される。 国家の威信をかけたプロジェクトを前に、彼らとその家族には大きな重圧がのしかかっていた。マーキュリーセブンのキャスト。ジョーダン左からパトリック・ J ・アダムス、ジェームズ・ラファティ、アーロン・スタトン、コリン・オドナヒュー、シャノン・ルシオ、ノラゼ・ヘッドナー、エロイーズ・マンフォード、ジョシュ・クック、パトリック・フィッシュラー。2017年7月25日。 ナショナルジオグラフィックがアッピアンウェイプロダクションズ及びワーナーホライズンテレビジョンと提携し本作の映像化券を取得することが発表された。エグゼクティブプロデューサーにはレオナルド・ディカプリオやジェニファー・ダビソンが名を連ねた。2019年2月10日、テレビ批評家協会の冬のプレスツアーでナショナルジオグラフィックがシリーズを正式に発注したことが発表された。 ディズニープラスの運営会社であるウォルト・ディズニー・カンパニーは本作品をシーズン1で打ち切ることを決定したと2021年4月に報じられた。ディズニープラスのシリーズ作品が打ち切られるのは今回が初めてのケースとなる。作品を制作しているワーナー・ブラザース・テレビジョンは配給券をワーナー系の定額制動画配信サービスである HBO Max などに移管した上での 制作継続を模索している。本作のシーズン1は、批評集積サイトの6点トマト図に22件のレビューがあり、批評可支持率は54%、平均点は10点満点で7.4点となっている。また、メトクリティックには42件のレビューがあり、過重平均値は60、100となっている。ありがとうございます。